対。それに、あれは私の闇です。私の心の中の闇、それが彼女。こちらに来てから私の中でどんどん大きくなって、いえ、きっと最初から抱いていたんです。それが闇に触発されて出てきただけですね。これがサヤネの言っていた鬼なんですね。やはり彼女の言ったことは本当で、あなたは闇の住人なんですね。はい、彼女の言った通り、私は神によって作られた命の一つです。はじめはディースの善意と戯れだったんです。第一の戦いの後、私を作りカオスに献上しました。しかし、思い人を忘れられなかったカオスは、私をディースの元に戻しました。あるべきところに返すようにと。あるべきところ？無に戻せと。そういうことです。いらないから処分しろって。そうでもありますが、いたずらに命を作るなとおっしゃったんです。お優しいんですよ、カオス様は。しかしディースはそれを無視して、私を使って新たな種を作ろうとしました。結局はそれも途中で投げ出し、器を欲していたメビウスに譲ったんです。力を与えられ、ハスカリルの封印を解くためだけに存在する、ただそれだけだったんです。しかし再びディースのせいで自我が芽生えてしまった。明確な自我が芽生えたのはあの時、ジークと出会った時ですが、そこで私たちの運命が変わりました。私の力がジークに移った。いえ、私がジークに力を渡したから。どうしてそんなことをしたの？あの時のことはよく覚えていないんです。ただ夢中で冷たくなっていくジークが怖くて、それで力を渡しました。本当にただそれだけなんです。メモ、ごめんなさい。私はあなたの。今はミラを止める方が先だから。そうですね、彼女には十分に気をつけてください。彼女は私とマキの魔力を奪っていきましたから。お主よりも厄介な相手になったということだな。ええ、それもあります。でも最大の問題は、その力がいつ暴発するかわからないということです。どういうこと？本来は自分の力でない魔力を無理やり自分のものにしたんです。いつまで体が耐えられるか。その暴発の被害が自分だけで済めば
それは彼女の自業自得で済みますが、どうなるか私には分かりません。これは安全がどうのと言っていられなくなりましたね。あまりおすすめしたくありませんが、あの方を追うには敵陣の中央突破が一番早いと思います。うまくすれば敵の進軍の真後ろをつけるかもしれませんし。こんなことになるならさ、さっさと壊しちゃえばよかったな、剣。んな顔すんなよ。神を殺せる剣なんて壊せるかどうか怪しいもんだ。ハスカリヌも壊せるとは言ってなかったしな。まあ気にすんな。お前さ、最初に会った時より今の方がずっといい顔してるよ。ありがとうございます。もう二度としないでくれよ、こんなこと。本当心臓に悪いんだから。俺たち仲間で家族だろ。ありがとう。父が死んでいたら僕は生まれていない。僕が今こうしているのはミーメルが父さんを助けてくれたおかげだ。だからありがとう。おかえりミーメル。ただいま。目を離すとすぐこれだ。ああ、見つかっちゃった。ミーメル、出て行くときは誰かに声をかけてから行ってよ。急に姿が見えなくなるとまだ怖いんだ。心配かけてごめんね。どうしてそうまでして星を見たがるのかわからないな。だって本当は好きじゃないんでしょ。うん、違うの。昔は好きでも嫌いでもなかったけど、でも今は好きなのかな。聞いてもいい？今までどうして星を好きなのか聞かなかったから。ミーメルが空を見上げる理由聞いてもいいかな。星の前ではみんな同じだから。同じ？ねえレオ、星をずっと見てると自分がなくなっちゃうみたいにならない？私ってちっちゃいなと思って、いろんなモヤモヤがぐるぐるして頭がいっぱいになっちゃって、全部どうでもいいやって気になるの。あとは何にも考えないで星を眺めるだけ。星を見ている間は一人だってこと忘れられるの。一人？私この世界にたった一つしかいないんだよ。私を作ったのは神様だから。お父さんもお母さんもいないし、同じ種族もいない。人のようで人じゃないんだよ。私の親と言えるのは神様だけど、でも私は神様じゃないから。ほらね、一人だからね。星を見ていて思ったの。私から見たら星はたくさんある小さな光だけど、もしかしたら星から見れば私たちもたくさんある小さい存在なんじゃないかって。
私もそのちっちゃなうちの一人なんだなって、そう思うとちょっと安心。することじゃないよ。だって父さんを助けようとして一生懸命やったことでしょ。でもやっぱり原因は私だから、だからごめんなさい。ごめんね、ずっと言えなくて。私怖かったの、レオンに嫌われるって言わない方が、もっと嫌われちゃうのに。ミーメルはもうたくさん辛い思いをしたじゃないか。だからもう悩んだり悲しんだりする必要はないんだよ。傷ついたミーメルを見続けるのは僕は嫌だな。ごめん。なんだか謝ってばかりだね。私の存在自体が謝って、謝った結果だから、これからいろんなものに謝り続けていくと思う。謝って済む問題じゃないんだ。